今回ご紹介するのは銚子電気鉄道銚子電気鉄道線の元銚子駅です。元銚子駅は千葉県銚子市清水町にあり、1913年大正2年12月28日に銚子遊覧鉄道銚子遊覧線の駅として開業しました。駅の近くには銚子市立清水小学校があり、2007年12月までは通学時間帯のみ駅員を配置していましたが、合理化により2008年以降は足利島駅ともども完全無人化されました。当駅は単式ホーム一面一線を有する地上駅で、駅舎は木造平屋建てで、簡易な駅務室と待合室が併設されています。当駅は1917年大正6年11月20日に一度閉業し、当駅の駅舎は1923年に銚子鉄道の駅として改めて開業した際に建てられたもので、それから築100年近くが経過し、老朽化が著しく、全面的な改修もしくは建て替えが望まれる状態でした。しかし所有管理する銚子電気鉄道には建て替えのための予算の余裕がなく、2000年代に入ると修復が行われていない箇所が目立つものとなっていました。2017年8月に日本テレビ系列の24時間テレビ40内の企画であるひろみの24時間リフォームおんぼろ駅を直そうにて、当駅の主な利用客である銚子市立清水小学校の生徒より依頼されたという形でひろみがリフォームを手掛けました。これにより駅舎は外壁、屋根、待合室内といった箇所を一新し、レンガ用の外壁の大正モダン風のものとなりました。待合室内には清水小学校の生徒が制作したガラスを用いたステンドグラスが飾られています。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。